irresistible force meeting the immovable object. どんな矛も通さない最強の盾。どんな盾も貫き通す最強の矛。その最強の二つがぶつかればどうなるのか。Here we go. ウアペです。キャラはシーグルのイオリチェンジータガットを使っています。自分のスタイルですと、ボタンを押さないレバーを倒さない方が強いと思ってる。完成度が高い、とにかく高い。無駄なことをしないのに気づいたらダメージを蓄積していて、必ず相手を地面に這いつくばらせる。君はちょっと懐かしいんですけど、あんまり強くなかったんですよね。まあ、気づいたらもうトッププレイヤー中のトッププレイヤーになっていて、彼は CVS の中で一番、試合運びがゲーミングが上手いですね。結構相手の、まあ、本当にボコボコにされてる人いっぱいいると思うんで、こうやれば勝てるよっていうのがちょっとでも伝わればいいかなって思ってます。どうもガオです。 K の、ギースナコルルロックを使ってます。守りが硬いんですよ。合理性の枠にとらわれない選択肢を混ぜて拡乱して勝ちたいと思います。攻撃攻め、誰も思いつかないようなことをする点読みを通す力がすごいです。相手の心を揺さぶるのが多分日本一なんじゃないかなってぐらい、特に KGS がいい例、火力面では多分ガオの方が多分分があるんじゃないかなって思ってます。ガオさんの攻めに対して上部君がどういうさばきをするのか、これが本当に見どころだと思います。最強の攻めと最強の守りが見れるんじゃないかなと思います。絶対に勝ちます。覚悟しておきます。